戦国時代、剣術の達人神泉信綱が歴史に名を刻みました。彼の手によって生み出された進化系竜は日本の武士たちに深い影響を与え、時代を超えた教えとなりました。彼の剣は戦いだけでなく人生の厳しさと美しさを教える指針でもありました。しかし彼の生涯は謎に包まれています。特に彼の最後については未だに真相が確定していないのです。様々な説が存在し、歴史愛好家たちの間で議論が続いています。その未解決の謎が信綱の伝説をさらに魅力的なものにしています。信綱の生き様や教えは今も地域の文化や祭りに息づいており、彼の精神は現代にも引き継がれています。この壮絶な物語を広め、信綱の伝説を後世に伝え、日本の歴史と文化をさらに豊かなものにしましょう。あなたも信綱の物語に魅了され、歴史の探求の旅に出かけませんか？